浮かぶカフェ浮かぶカフェ2023年7月28日、こんばんは癒しのアートラジオ、浮かぶカフェシーズン9へようこそ、カフェ店主の幸男です。 浮かぶカフェでは月みたいにぽっかりおまかげみたいにぼんやり飛行船みたいにゆったりアイデアみたいにパーッといろんなものが浮かぶことになっております少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます地上では不自由なあなたもここでは自由です重いもの硬いものは入り口で脱ぎ捨てて軽くなってお過ごしください今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けしますではごゆっくりお過ごしください モントミこと富さんの「ぷかぷか温泉ひとりごと」皆さんお元気でお少しでしょうか本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして。 誠に大きにありがとうございます本日も大阪の自宅にてぷかぷかを録音しておりますはいもうね声からさせていただけると思いますが暑ございますはいえーね 僕は今寝屋川市というところに住んでるんですけどその隣が枚方市というところなんですが今回ねあのー、最高気温ね史上初って 39. 何とかわれましたけどを足したそうです京都と同じくですね枚方もね暑いんです はいね、え皆さん本当にあの毎年暑い暑いってね高齢のごとく言ってますけどねえどうなってるんでしょうねこう世界的にね本当に異常ですよねあの毎年この暑さが更新されてるというこの現実ねえなんかこれから人類は どうなっていくのかとねちょっとうん心配してしまう今日この頃でございますはいで、えー、大阪公演もですね、えー、続いておりますそして私、えー、途中抜けをして京都の祇園コーナーに、えー、毎日行っております京都の祇園コーナー とこで、中日明日から後半戦とはいなりました。はい、えーとね。あの、大阪公演の方はまあお宮の母っていうのをね。この間使うって言ってましたけど、やっとこう初日というかね。固まってきました。あのー、本当にね。これね。 あの今回役をついて一、まあ、回は使ったことある役だったんですけどとにかくこうね、あのー、特に後半の「好きさがや」ってるとこはもう合わす芸なんですよ相手の動きに対して。で毎回ね違うんですその。うん、まあ太夫さんの速度にもよっても違うし演者によっても変わるし今回も本当に。 あの全然固まらなくてやっと今日固まったかなというね感じに持っていくことができましたはいあのー、うんちょっとこうね毎日不安をかけながらやってたんですけどこれでちょっとこううん千までなんとかやっていけるかなっていう 見通しが立ったような気がいたします。はい。本当にね。京都も暑い、大阪も暑い、神奈川も暑いです。ね。あのね。僕のえー、っとねこの。 えー、生活の中でまああのまあ唯一こうちょっとこうあのできてることっていうのは読書なんですよ。あのまあ京都に行くので「行きと帰り」にも本を読めますしあの劇場に通う時にも「行きと帰り」の本を読めるじゃないですか。従んでますよね。だからあの本当に結構いろんな本を読めました。で ちょっとね何を読んだかっていうのを今日お知らせしたいんですけどいつもね今からねちょっとねそのホームページを開くんですけどちょっと待ってくださいねえっ、ー、と待ってねどこだどこだどこだあったあったけどすぐ開かれてきました結構読んでますよあらちょっと待って こんなのも読んだのねあ。読めない。どうしよう。あれ、読めないの。女スパイ。ナンピンスの詩。すいません。 かわりさんってあのお客さんなんですけどあのー、その方があの書かれた本を読んだんですけどあのー、それもとても面白かったですあとねえっとねもうね慣れして言いますね「光のとこにいてねこれあの間違ったらごめんなさいねもう画面が小さくてもう読めないんですよ。一歩道で 地図と拳小川哲さんでしょ。成瀬は天下を取りに行く宮島美奈さん。えー、52ヘルツのクジ,クジラたち。町田苑子さん。夜の星を放つ。これ何で読むんだろう。久保三澄さん間違ったらごめんなさい。であとこの世の喜びを井戸川これも。えっこれ何で読むのこれ。 イコさんで、アリの住みか望月京子さん。ごめんなさい。間違えたごめんなさい。あと、ルーマニア語のルーマニア語、ああ千葉からほとんど出ない引きこもりの俺がルーマニア語のに小説家になった話。斎藤哲長さん。で、アンフォンゲッタブル松宮義さん。 今もねあの別の本読んでるんですけどここ本当にうに、ん、結構早いペースで読んでます。で、えー、僕的に何が一番心に刺さったかというと「はい成瀬は天下を取りに行く」でこれねあの大津のお話なんですけどいやあのすっ 濃いね、青春小説と言ってもいいかもしれませんけど本当ににんかね読んだ後の読後感があこんな時代があったなとかなんかこうあのすごく爽やかというかね清涼感があって夏におすすめな本でですすすす文章も、ね、すっごいい上手です読みやすいです。 もうスラスラ読みます。はい、これはね。ぜひ読んでいただきたいです。はい、えーとね。あとね、やっぱ 52hz のあのー、えっ、ー、とくじらたちもとっても良かったし、あのー、光のとこにいてのもね。良かったですね。あのー、地図と講師はね。あのー、やっぱりこう。専門的なことも多かったので、すごく面白かったんですけど、読むのにね。時間が。 分かっちゃいましたねで「夜の星の話は」はあの良、ー、かったですあの本当にこうあのあの自然あの抵抗なくす,すごく読めるという感じでうんであのち千葉からほとんど出ない引っ越しの俺がデーマニア王の書生かなって話っていうのはあのー ちょっとびっくりする、ね、感じの、あのー、本だったんですけどでもああのなんかすごく共感できる部分もたくさんあってで「あの uh, ファッタ・ゲッタ・ボー」を待ち見としたのはジャズの話なんですけどあの神戸の話なんですけどこれはねあのすごく面白かったです。うんあのうん、ジャズの知識がもう半端じじゃないって感じでした はいでねそんな感じであの本三昧の富士さんでした <laughs> すいません今日はこんな感じで終わりたいと思います、はい、次回はもうちょっととの話をしたいと思い思ますでは皆さん良いね日々をお過ごしください。 えー、熱中症とかね夏バテに気をつけてくださいねほんではまたええー「ぷかぷかの追伸です、えー、昨日の夜ですね、えー、読んだ本を、まあ、いろいろあげたんですけど、えー、作者の方の名前とか、えー、結構間違って言ってるんじゃないかと思いますがちょっと調べる時間がないので。 えー、このままのお録音でお許しください。じゃあ、えー、今から仕事に行ってきます。皆様、良い日をお過ごしくださいませ。えー、皆様、しょっちゅうお見舞い申し上げます。 暑いですね、えー、ニューヨークの方もずいぶん暑くなってまいりました今日は気温が37度ぐらいあるんじゃないでしょうか、えー、ちょっと外に出るのが怖いというそんな感じの、えー、日になっております、えー、夏になると思い出す遥かな大勢じゃないんですけれども夏になるとなんとなく思い出すのが夏の夕暮れ時というかまあもう寝る前ですね えー、なんとなく勝手に作っている思い出のような気もするんですけど蚊帳が張ってありましてねえそして、えー、庭に続く廊下のッし窓はガラッと開いてましてさすがに網戸は入ってたんだと思うんですけれども、えー、それでもまだ暑いとそういう状態で,で、まあ、蚊が入ってこないようにということだったと思うんですけれども家の中の電気は消しまして。 そしてでもなぜかテレビだけはついているとそうですね時間にすると夜の9時過ぎぐらいだったんでしょうかテレビではクラシックアワーみたいなやつで、えー、なんかイタリアのオペラかなんかオーテロかなんかをやっていたというイメージがあるんですけれども、えー、それを、まあ、私はまだ小さかったので小学生ぐらいだったので、えー、半目で見ながら そそろそろ寝るという感じだったんですが、えー、すると母がそこで、まあ、母が見たかったんでしょうね多分その番組をうちわで仰いでくれるという、まあ、今思うとなななんんて豪華な時間なんだろうって思いますね、えー、少しずつ涼しくなってくる夜がやってくる夜がお家の中に入り込んでくるそしてそこにはイタリアオペラの美声が響き え母が仰いでくれる涼風が私の頬を揺らすというそういうふうにして寝ていたというそういう夏休み思い出しました、えー、さて今日はあまりにも暑いので涼しい連想ゲームをやってみたいと思います。えー、私が 何か一つ涼しそうなものを言いますので「まの」の,のところで間,あの間ですねところで皆さん何かその,連想するものを一つ言ってみてみくださいでそれは私には届いてないんですけれどもまた一つ涼しそうなものを言いますのでそれを聞いたらまた次の連想次の連想というふうにちょっとやって涼しくなってみましょう。うん いきますよかやり火かき氷水がいっぱい入った薄いカルピス。 ビニールでできた子供用プール。ホタル。扇風機。 水風呂冷たい桃怖い話海水浴 麦茶アイスキャンディ風呂上がり。 冷蔵庫の前夕涼み花火 畳にゴロゴロ窓開けっぱなし高原森の中 追加お祭り井戸水川遊び というわけで皆様涼しくなっていただけたでしょうか意外とありきたりなことしか思いつきませんでしたで最近ハマっているのは近所の図書館に行って勉強することです涼しいんですよ図書館そういうみんなが行ける場所で、えー、涼しい場所そういうのが近くにあるといいですよね皆様も なんとかこの夏を涼しく乗り切ってくださいなんてことを考えているいや、暑いですという夏の夜ですパタ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 青入れます追伸、今日の最高気温は35度くらいでしたちょっと持ってしまいました 今日はカフェに現れなかったやんさんこと長谷川徹さんのやんの歌声喫茶へのリクエストは。Com, com, または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてやんさんに歌ってほしい言葉や文その他さまざまなお題をお送りください。ささんが歌にしてくださいます そして「ビーバー先輩英会話の森は」は皆様の英会話に対する疑問質問その他諸もろもろをお送りくださると森の奥に住んでいるビーバー先輩がその質問に答えてくれるというそういうコーナーです。まだ全く知られていないコーナーなんですけどもぜひお送りください。それでは浮かぶカフェまた次回のご来店をお待ちしております。